します。総務省の行政文書取扱規則におきまして、放送法第166条第1項または第2項の規定に基づく認定の取り消しにかかる決裁者は、情報流通行政局長となっております。ただ、本事案は、外資規制違反という重要な事案であることに鑑みれば、大臣に報告すべき事案であったと考えており、その点は当時の担当者の認識が甘かったと言わざるを得ないと考えております。井上君。認識が甘いという問題で済まされる話じゃないわけですよね。課長のところに口頭で、文書持ってという話でしたけど、行かれた。で、その後は口頭で厳重注意。で、今の質疑の中で、じゃ文書はちゃんと残ってるんですかって言ったら、文書ありませんというわけですよね。こんなことあるわけないじゃないですか。で、今、ルル局長は、ゆっくりとお届けしていくラジオ番組です。今日の件ですね、第196回目ということで、